N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するのはこちら、進撃の巨人オンライン展覧会です。進撃の巨人オンライン展覧会で登場人物の物語を追体験できます。コメントを捧げることでポストカードが当たるキャンペーンもあります。それでは烈さん、解説お願いします。おい、まあ、コミックス最終巻、進撃の巨人の最終巻を記念して、アニークっていうプラットフォームで開かれてる展示会なんですね。まあこのアニークっていうのが、アニメとか漫画とか、まあ、ゲームとかのアートワークっていうものを販売するプラットフォームで、ブロックチェーン技術っていうのを活用して、まあ世界に一つしかない作品と保有者を結びつける仕組みっていうのがあるのが特徴なんですね。当然アートワークをデジタルで売るって複製されちゃうじゃないですか、普通に考えれば。で、複製されちゃったら価値が下がっちゃうので、それをブロックチェーン技術を使って防いでいるっていうのがアニーク。で、そのアニークさんが行っている展覧会として、この進撃の巨人展覧会があるわけですね。まあチュートリアル軽く見ていくと、こう漫画帳にいろいろと説明がしてくれると、アルミンがしてくれるわけですよ。で、こうそれぞれキャラクターごとに部屋が用意されていて、そこに作品が、漫画のコマとか動画とか、まあそういった原作の名シーンがついていて、コメントを残すことができるという形で、コメントを、みんなのコメントも見れるし、でもちろんそのアニークっていうのは販売プラットフォームなんで、実際のそのグッズとかをこの場所で買うこともできるという形になってます。まあ、この展覧会限定のグッズを買えるということですね。まあ、ちょっとネタバレがあるよというのもチュートリアルに書いてあると。じゃあ入っていきましょうか。この WebGL ゴリゴリ漫画って感じのエフェクトとしては素晴らしいですよね。で、まずはエレンの部屋、まあ、主人公の部屋に行くことができるというところですね。で、こうスワイプすることによって、まあ、自分が美術館、展覧会の美術館にいるような感じで横にこう動くことができると。で、この絵のところをタップすると、作品中の名シーンっていうのを見ることができて、で、そのコメントっていうのがそれぞれに書いてあると。で、この展示物に書いたコメントっていうのは、まあ、このコメント38キャラいるんですけど、38キャラのそれぞれにコメントを書いた人っていうのが、後々自分のコメント付きオリジナルポストカードが抽選で当たったりっていう期間限定キャンペーンも行っていて、まあ、それぞれの部屋ごとで1名ずつ当選するみたいな形になっています。まあ、こういったコメントをすることで、進撃の巨人のファンたちがここで展覧会を見ながら会話をすることができるというところ、プラス、まあ、シェアももちろんできるので、この作品について、このシーンについてツイッターとかで会話をすることもできるというところです。で、メニューを押していくと、まあエレン、そして、まあミカサ、アッカーマン、アルミン、コーニーとか、まあその辺のメジャーどころと、ちょっとまあサブではないけど、まあユミルとかそういったキャラクターも入っているというところですね。まあこの38のキャラクターとプラスして、このグッズの部屋、まあここが一番こうアニーク的にはキャッシュポイントなのかな、グッズが売っていて、グッズもちゃんとこう見ることができると。で、動画になっていたりして、そのまま商品を見ることができて、商品を買うことができるっていうような、まあ展覧会の最後ってどうしてもこう展示物の販売場みたいなのがあるわけじゃないですか。まあそれがこう全部デジタルで完結していて、展覧会としては非常にクオリティの高い作品となっております。まあ、進撃の巨人ちょっとフィナーレ祭りですね。これとは別に調査兵団募集っていう画像生成キャンペーンも行っていて、こちらに関してはまた明日紹介させていただきますので、皆さんチェックしてください。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。